32点だって。じゃあ見せてよ。一星のせいで見せるって言ったじゃん。私は見せたんだよ。だから32点だって。じゃあ見せてよ。いや本当だって。考えてみてよ、32点だよ。こんなリアルな点数嘘ついてどうするのよ。32だって。13-12。 32ね。とにかくそうなの。もう終わり終わり。分かったよ。まあ見ても何がどうなるもんでもないしね。今回私も点数悪かったからさ、ちょっとムキになっちゃってと見せかけてな。いつも宿題やってるわけだしさ。いつもやってるってつまり惰性でしょ。私は惰性で宿題やってるだけ。それに比べてゆっこはいつもやってないことをやったんだよ。これはこのあたり来た。いやでもさ、知ってるゆっこ。え、車や電車だって走り始めが一番エネルギーを必要とされるんだよ。そう考えるとゆっこはとてつもないパワーを秘めているのかもしれないよ。なるほどね。慌てちゃダメ、少しずつ少しずつ。でもミオちゃん、それは私を買いかぶりすぎだよ。私だって普通の人間だよ。失敗することだっていっぱいあるし、こう見えて意外と落ち込んだりもするからさ。いやいや謙遜しなくていいって。いや謙遜じゃなくって、みんなはもうゆっこがすごいってこと分かっているから。いやまあそういうチャレンジ精神全くないって言ったら嘘になるみたいな。私なんか全然ダメだ。こないだ描いた漫画だってどうせ賞には引っかからないだろうなって考えたら怖くなって投稿できなかったし。ミオちゃんビビリだもんね。一定にそんなこと言われたくない。ゆっここっち来て。読んで。試験の心得その1、全力で取り組むこと。そこ、そこだよ。それが一番大切なんだよ。ゆっこは常に全力だったんだよ。一番大事なことを手にしているんだよ。
に囚われてた。ユッコがそれを持っているから嫉妬しちゃったのかもしれない。でも惰性で宿題をやってる私は試験だって全力って言えるかどうかわからない。漫画だってそう。でもユッコは違う。いつでも全力なんだよ。すがすがしいまでに。おお、ゆっこのそのポジティブのかけらを煎じて飲みたい気分だよ。いやいや、私にあるのはそれだけだから。それが一番重要だって言ってるでしょ。まあそう言われればそうかもね。その一歩を踏み出す勇気ってどうやったら持てるの？簡単だよって言ったら言葉悪いかもしれないけどとにかく物事を悪く考えないことかもね。前に前にっていう精神、負けないこと、信じ抜くこと、それが大事みたいな。前に前に、まあなんていうか、私の場合無意識にそれが出ちゃったっていうか自然体っていうか才能。え、それがゆっこの才能だよ。そんな才能だなんて。でもひょっとしてそういうことになっちゃうか。それが無意識に出ちゃうってのは天性のものだよ。いくら努力しても手に入れられないものだよ。羨ましいよ、その天賦の才。少しでもご利益があるようにって思って。ない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 、ご利益なんてあるわけないじゃん。そんなことないよ、ゆっこだったら本当にご利益とかありそうだし。そんな、まあでも物は試しっていうのもあるから。私にはよくわからないけど、これで少しはもらえたかな、前に進む勇気。もうそんなに褒めても何にも出ないよ。持ち前のやる気しか。だってゆっこ、そのやる気が一番だよ。うっしゃ、一点取ったくらいでめげてばっかもいられなくなってきたか。逃げ切った。さすが極上にぬるい天の岩戸、仕掛ければ面白いように食いついてくる。まあやみくもに褒めただけだけど、これで少しでもゆっこが勉強に目を向けてくれればね。みおちゃん、諸悪の根源を紙飛行機にしてみたよ。これを放つことによって私はさらなる飛躍の道を歩むのです。現実逃避だ。では行きます。さらば青春の光。